ザリガニ親父がまた鐘の音とともに現れました。この鐘はですね、皆さん、お寺の鐘ではありませんからね。これです、この鐘です。この鐘、中国製のですね鐘です。はい、今日もですね、ザリガニ親父がコミュニケーショントレーナーとして重要なポイントを一つ皆様にお伝えいたします。このブログは、あ、ブログじゃありませんね、ブログでも発信してます、この内容をですね。この YouTube はですね、ただ見てるだけでコミュニケーションが徐々に徐々にしまいにはプロになっていくというブログです。ただ見てるだけでコミュニケーションにたけ、ね、コミュニケーターになっていくというのがコンセプトです。今日はですね、雨が降ってますので、早朝連行太極拳はやめました。やめました。雨もよし、晴れもよし。晴れの日は毎日5時に起きて、6時7時の1時間は駅前公園で連行太極拳を1時間、雨の日は私のこの自室でですね、1時間のヨガをやります。ヨガ、ヨガも太極拳も空手も基本的には自分で一人でできます。集団でやる集合練習もありますが、基本的には一人でできますので、マスターしてますから、実に都合のいいプラクティスだと思ってます。はい、今日もですね、コミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えいたしますが、その前に今日もお茶を一杯、私は抹茶の趣味を持ってます。お茶を一杯、おいしい。はい、今日はですね、昨日のちょっと補完をしたいと思います。我々は亡くなるまで何らかの社会に貢献していかなければいけないと。自分のために生きるんですが、社会のために生きる。自分よし、他人よし、社会よしの三方よしの思想を、私は三方よしの思想で生きようと思っています。社会に何らかの良い影響を与える、社会のために生きる、何かを持たない限りはですね、つまらない人生だと思います。じゃあ、あなたは社会のために何をやってきたのかというのをちょっとお伝えいたしておきます。私は28歳からですね、この市川市の第7中学校の体育館でですね、我々の空手の流派の稽古を面々として今でもやってますが、21年間地元の青少年の空手の指導員をやりました。空手の指導員、師範代みたいなことをやりました。21年間、28歳から50歳までプラスですね、日曜日ですが、地元の子ども会野球の監督のやり手がいなくてですね、私は子ども会の会長やってましたんで、私が引き受けました。2年間地元の子どもに野球の監督で指導しました。この空手の21年間、野球の2年間、この地元の子どもたちがですね、私の指導を受けた子どもたちがもう50歳ぐらいになってるんですよね。監督、先生って声をたまに駅周りでかけてくれます。私は相手を忘れてるんですが、向こうは私は唯一のですね、指導員であり監督ですから、先生、お元気ですか？地元の大人たちが声をかけてくれる。やはりこれがですね、自分のために生き、人のために生き、社会のために生きる。これこそですね、生きる喜びだと思います。今日はこの辺にしておきます。